エアフィックス製1957年製造のプラモデルエアフィックスはイギリスの模型メーカーで1981年に倒産後ハンブロールなどの参加を経て2007年によりホーンビーの参加にある主に航空機や自動車、軍用車用、船などのプラモデルを扱っている1939年にイギリスで創業し当初は玩具を製造していたが第二次世界大戦後に プラモデルの製造に参入した。プラモデルへの参入で売り上げは急増し、その後様々な分野の玩具、模型のメーカーを買収し規模を拡大したが、1981年に破産した。その後はハンブロールなどを経て鉄道模型メーカーのホーンビーの参加に入った。現在は主にプラモデルのブランドとなっており、航空機や自動車、軍用車用、船、宇宙船、 ミリタリーフィギュア、ヒストリカルフィギュアなど、多種多様な製品を製造している。1939年、ハンガリー系ユダヤ人のニコラスコーブが、イギリスのロンドンで創業し、当初は、ゴム風船などの玩具を製造した。社名は、当時の玩具カタログのメーカーリストで最初に、掲載される、A から始まり、空気で膨らませたに、 当時社名の最後に入れると成功すると言われたナインを加えエアーフィル、ナンミコール、エフィックスとなったものである。その後は第二次世界大戦の影響で企業活動は低迷したが、1947年に射室製ケーキを購入し、プラスチック製の子供向けの串を製造した。1 9 4九年、農機具メーカーのファーガソンからトラクター販売の販促品として、 同社製の手二重型トラクターを模型化する依頼を受け、当時開発された新素材のサンセルロースで製造し、納入した。後に金型製造コストの焼却のため、イギリスの雑貨チェーン店、ウールワースで組み立て玩具として販売された。この時の製造ノウハウは、後のプラモデル製造、販売に生かされることとなる。1954年、ウールワースのバイヤーの提案で、 イングランド王国のホブネゴールデンハインドのプラモデルをサクサンセルロースに変えてポリスチレンで製造した。価格を抑えるために、それまでは紙の箱に入れられていたものを紙のタグとビニール袋入りのものに変更した。これはアメリカでボトルシップ用に売られ、売り上げが急増したため自社開発の余裕が出てきた。そして1955年に、 アメリカのプラモデルメーカーであるオーロラが発売していた148スケールのスピットファイアマーク V を参考にして172スケールのスピットファイアマーク9を発売した。1950年代から1960年代にかけては第二次世界大戦に関する戦記映画や TV ドラマなどの映像化作品が世界的に人気のある時代であり登場する兵器などが1 72や1、48スケールでリアルなスケールモデルとして活発に製品化された。適度なデフォルメと彫刻が施されたプラモデルは注目を集め、エアフィックスは戦車、航空機、艦船などの模型化を積極的に行い、世界各地のホビーガング市場へと輸出し、莫大な利益を得た。エアフィックスは製品のさらなる充実を図るため、ヴィンテージカー、 小船、オートバイ、鉄道車用、ウォーゲーム用、ミリタリーフィギュアなど多彩な種類の製品化を行った。ボックスアートも収集力を持たせる絵物語風に描かれた魅力のあるイラストが採用された。1971年にはイギリスの輸出産業に貢献した企業としてクイーンズ賞を受賞する栄誉を受ける。1970年中期からエアフィックスは 他の玩具メーカーの買収などを行い、プラモデルからトイ玩具、フィギュアモデルなど、総合的な玩具製造、販売メーカーとして、イギリスでナンバーワンの企業となった。愛好者向けの模型雑誌、エアフィックスマガジンの創刊に携わり、プラモデルを玩具的な扱いから時間をかけて楽しむ、工作、趣味の一つとして提案し、普及に貢献した。同時期に、 大型スケールモデルのキット化にも着手し、1、24スケールのスピットファイアなど、金型の射出成形機の高性能化により精密さを増したミュージアムアイテムに匹敵する大スケールキットは、エアフィックスの設計、製品化技術が円熟機の製品である。この時期、世界的にもアメリカのレベル、モノグラムやイタリアのオイタレリなどの大手模型メーカーに並ぶ。 ホビー業界のリーディングカンパニーとなった。タミヤ模型会長、タミヤ俊作は、当時エアフィックスを近い将来に追いつき追い越す指標としたことを実証で述べている。1980年代に入り、テレビゲームなどの新しい分野の玩具市場の急成長による子供の趣味の多様化から、従来のトイ玩具部門の経営が悪化した。堅調な販売が続いていたプラモデル部門では、 収益を上げていたものの、トイガング部門の多額の赤字が経営を圧迫し、1981年1月に破産した。エアフィックスは、アメリカの模型メーカー MPC のオーナーであった、ゼネラルミルズに買収され、模型の金型はフランスに移された。その後、エアフィックスの航空機のキットはアメリカで、MPC のブランドで販売され、同様に MPC の自動車や、 スターウォーズ関連のキットがエアフィックスから販売された。4年後、ゼネラル・ミルズは本業の食品製造に専念するために模型市場から撤退したため、エアフィックスは1986年にイギリスの模型用塗料メーカーのハンブローリに買収され、その参加で新たな活動を始めた。会社の規模は以前に比べて縮小したが、 過去の莫大な金型の資産が残っているエアフィックスは、現代風にアレンジしたボックスアート箱で多くの製品を再生産し、新規金型での開発も再開した。また、同じくハンブロールの傘下に入ったフランスエレールの金型を使用した製品も加わった。2006年8月31日、ハンブロールが経営悪化のため破綻し、全従業員41人が解雇されたことが、 マスメディアに発表された。解雇された従業員の中の31人がハンブロールの残務、処理、管理を始めたことも続けて発表となる。同年9月2日にはイギリスの鉄道模型メーカーであるホーオンビーがエアフィックスの買収に関心があるとロイター通信からコメントが発表された。イギリスに過去存在した老舗模型ブランドフロックのように消滅するか他社へ買収され、 エアフィックスブランドは再行されるのか、世界中のモデラーが注視した。2006年11月10日、ホーオン B は、エアフィックス及びハンブロールの資産を260万ポンドで取得する契約を交わしたことを発表。両ブランドの製品は同社を通じて製造・販売されることとなった。2007年以降は、旧製品の再生産だけではなく、 積極的な新製品の開発と他社からの OEM 製品の導入により製品の拡充を図っている。1、72スケールウエストランドホアールインド1、76スケール T-341、144スケールオリオン号イギリス映画007は二度死ぬに登場したオートジャイロや2001年宇宙の旅に登場したオリオン号ジェリー・アンダーソン作品の スペース1999やキャプテンスカーレットに登場したメカなどが製品化された。また MPC からの OEM によるスターウォーズシリーズの製品も販売している。2010年日本のアニメストラトス4に登場するチームソニックレーシングに MS が発売された。エアフィックスのロゴマークの変遷エアフィックスはプラモデルの製造に参入して以降ロゴマークを何度も変更しており ロゴマークとパッケージのデザインで製品の作られた大まかな時期を知ることができる。エアフィックスの使用したロゴマークの主なタイプを以下に示す。ありがとうございます。